皆さんこんにちは。私は国立環境研究所気候変動適応センターにおります増富裕二と申します。私はアジア太平洋気候変動適応研究室というところで室長をしております。今日は私が開発しましたクライムキャストというツールに関してご説明したいと思います。でクライムキャストなんですが、簡単に言いますと最新の気候予測情報を誰でも手軽に入手することができるというツールになります。で名前の由来なんですが、クライムというのは気候を表す接頭語になりまして、キャストはフォアキャストという言葉で言われるように将来を見通すとか目を向けるというような意味になります。でこの2つの言葉、クライムとキャストをくっつけまして、私がこの造語を作ったんですが、クライムキャストという名前をこのツールにつけました。それではこのクライムキャストに関してご説明したいと思います。ではまずクライムキャストへの行き方からご説明したいと思います。こちら画面映しているのが AP プロットのホームページのフロントページになります。でこの上部にですね、いくつか動く MV と呼んでますが、画像があるんですけども、この中に、クライムキャストワズリリースと、この青い地球の画面ですね、これがあるんですけども、ここにGo to クライムキャストというところがありまして、ここをクリックしていただくと、直接ですね、クライムキャストの画面に行くことができます。今ここに映し出されたのが、クライムキャストのフロントページになります。あるいは別の方法としまして、AP プラットのこの上のタブですね、タブのところにデータ&ツールというのがありまして、ここにカーソルを合わせますといくつか、ツールがのリストが出てきます。で一番上にクライムキャストというのがあるんですが、ここをクリックしていただいても、クライムキャストのですねホームページ一番フロントページですね、一番前のページに行くことができます。でクライムキャストなんですけども、基本的には2つモードがありまして、1つはマップモードで、もう1つはチャートモードというものになります。で今ここに画面に映し出されているのがマップモードとなりまして、今ちょうど国別にですね色分けがされていますが、この色で、この場合気温上昇ですね、気温上昇がどの程度かというのを 国別で示しているものになります。ですのでこの色の違いを見ることによって、どの国でどのぐらい温度上昇が起こっているかというのを国間で比較することができるということになります。でもう一つがチャートモードというもので、こちらに示したのがチャートモードで、1980年代前世紀末から今世紀末2090年代までのこの場合気温上昇ですね、気温上昇を示していますが、気温上昇でどういうふうに気温が上昇していくかというのがこのチャートモードから知ることができるということになります。はい、ではまずマップモードのですね機能についてご説明したいと思います。こちらはですね、先ほどもお示ししましたが、マップモードの一番フロントページになっています。で、まずはですね、ここの左端ですね、左端にプラスとマイナスというのがありますが、これを押すと、プラスを押すとですね、この地図がですねズームインすると、でマイナスを押すとズームアウトになるということになります。で同時にこのカーソルですね、合わせてこうスクロールすることができますので、このズームインズームアウト、このスクロールで、自分の見たい地域ですね、あるいは自分の見たい国とか自分の見たい市町村に、合わせる画面を合わせることができます。で、例えば仮にこれズームインしまして、アジアのあたりですね、見てみたいなと思います。今ちょうどアジアのあたりですね、日本を含むアジアのあたりがこのように示すことができるということになります。で、この色がですね、今気温上昇ですね、これ色でそれぞれの色でどれくらい気温上昇を示しているかというのを、どれぐらいの気温上昇を予測されているかというのを示していますが、ここに示す、排出温室効果ガスの排出シナリオであったり、あるいはどの気候モデルを用いて予測されたものであったり、あるいは、気温上昇だけでなくて
降水量の変化等々ですね、いろいろ選択することができます。選択して示すことができます。でその選択をするのがこの左側のこの、バーの帯のところになりまして、上から、シナリオ、クライメートモデル、バリアブル、ピリオド、マンスリー、カルキュレーションというふうにありますが、まず一番上でですね、シナリオというふうに書いてますが、これがあの排出シナリオですね、温室効果ガスの排出シナリオを選択することができます。でクライメキャストは、4つのですね排出シナリオをのデータを格納しています。で例えば SSP126 と言われるもの、 SSP というのはシェアードソシオエコノミックパスウェイと言われているものですが、 SSP126 これは温室効果ガス排出が一番少ないシナリオになりますが、これを選択することもできます。あるいは SSP370 これは温室効果ガスの排出が今世紀末で非常に高い多いシナリオになりますが、これを選択することもできるということになります。でその下クライメートモデルというのがありますが、世界中にはさまざまな研究機関であったり大学が気候モデルを作成していますの でそれぞれの気候モデルが予測した気温上昇であったり降水量変化というのは異なったものになります。で、ここではこのクライメキャストでは世界中の気候モデルの中のうちの10ですね、10の気候モデルのデータを格納していまして、今ちょうど映しているのが MIROC6 と言われるもので、日本の研究機関と大学が開発している気候モデルの予測になります。で例えばこれをですね、UKESM と言われるものに変えたりすることができます。で見ていただくと分かるかと思うんですけど、先ほど MIROC6 を示したもの色がちょっと変わったかなというのが分かるかなと思います。このように選択する気候モデルによって、予測される気温上昇が違うということも、この気候モデルをですね変えることによって、即座に把握することができるということになります。はい、それで、クライメキャストでは今ちょうど気温のですね変化を示した地図を示していますが、他にもですね、いくつかの変数を格納しています。で気温この色でですね、気温上昇を表しているというふうに言いましたが、ここにですね小さくですが色のどの色のがどの気温どのぐらいの気温上昇に対応しているかというのが、示されています。でここで言いますとですね、赤い色がですね濃くなればですね、赤い色が濃くなればなるほど気温上昇が高いということを示していますし、その色が薄くなれば薄くなるほど気温上昇ですね、気温上昇がそれほどでもないということを示しています。ですのでこの地図見ていただくとですね、例えばこのちょうど赤道付近のインドネシアのあたりですと、この北の例えば日本とか中国より色が薄いですから気温上昇が低いということが分かりますし、この北の方では気温上昇が高いということが分かります。ですね、この色の違いでどの国でどのぐらいの気温上昇が起こるだろうかというふうに予測されているかというのが分かることになります。で、バリアブルに他にも変数があると言いましたが、気温上昇の他に最高気温ですね、最高気温の変化、それから最低気温の変化、それから降水量の変化もこのクライムキャストには格納されています。で仮にですね、この降水量の変化ですねお示ししますと、先ほどの気温上昇とは全く違った色合いになっているのが分かるかなと思います。で降水量の変化に関しては、青くなればなるほどですね、ここにもカラーバーで、どれぐらい色とその降水量変化の対応付けがされていますが、青くなればなるほど降水量が増えるということを示していますし、赤くなればなるほど降水量が減るという地域を示していることが分かります。で例えば今この図でしますと、このタイのあたりですと赤くなっていますが降水量が減るだろうと予測されているということが分かりますし、このインドネシアのあたりでは降水量が増えるというふうに予測しているということになります。でこれその他にですね、最高気温とか最低気温もありますが、気温に直しまして、で他の設定ですね、他にどんな設定があるかというと、ピリオドというのがあります。でこのピリオドは今、選択されているのが2051年から2060年との平均の気温上昇を示していることになります。
で、これをですね、変えることができます。例えばこれを今世紀末ですね、2091年から2100年までの値を知りたいという時には、このピリオドのところを2091年から2100年に変えていただいて示すと。そうするとですね、先ほどと全くガラッと変わりまして、もうほとんどの地域で赤い色が濃くなってですね、気温上昇が非常に高くなるということが、この、ツールからですね、このマップモードから理解することができると。でピリオドなんですけども、この10年ごとに示すこともできますし、ディケイダルというモードを、クリックしてもらえれば10年ごとに示すこともできますし、イヤリーというところにチェック入れてもらえれば、単年ですね、1年ごと のデータも得ることができます。今これちょうど2091年のデータになりますし、例えば2050年を知りたければ2050年というふうに合わせていただいて、そうすると2050年の気温の予測ですね、気温上昇の予測が得られるということになります。また例えば特定の月ですね、8月の例えば最高気温がどのぐらい上昇するかっていうのを見たい場合は、このマンスリーってところに、ここに四角がありますが、チェックを入れていただいて、例えばこれジャニュアリーからフェブラリー、マーチ、ディセンバーまで選べることになりまして、まあ、8月を知りたければ、まあ、オーガストを選んでいただくと。でその例えば8月の最高気温ですねを見たければ、このバリアブルをマキシマムテンパチャーに変えていただいて、今これ2050年の8月の最高気温がこのイギリスのモデルですね、 UKESM のモデルではどのような予測されているかというのがここに示されています。でもう一つですね、カリキュレーションというのが最後の設定にありますが、こちらはですね、レイシオというのとディファレンスというものがあります。でこれは、このクライムキャストは基本的には1981年ですね、前世紀末からですね、1981年から2000年と比べて気温がどれぐらい上昇したか、降水量がどれぐらい変化したかということを示しています。でその時に、前世紀末から差分ですね、差を取りたい場合、差を見たい場合はディファレンスというのを選んでいただいて、あるいは比ですね、比を見たい場合には、レイシオというのを選んでいただければと思います。でこれはですね、気温の場合はですね、ディファレンスです、今マキシマムテンパラチャーですねを写していますが、気温の場合は、ディファレンスというのを取っていただいて、前世紀末からの差ですね、温度の気温の差を見ていただくのがいいかと思いますし、逆にですね、プレシピテーション、降水量の場合は、絶対値を見るよりはこの比ですね、比を見ていただいた方がより、その地域の降水量の変化が見やすいかなと思います。これは降水量は地域によって絶対値の大きさがかなり違いますので、差分で見るよりは比で見た方が良いだろうということで、降水量の場合はレーシオを見ていただいて、気温、最高気温、最低気温の場合はディファレンスを見ていただくというのがいいかなというふうに思います。で最後にですね、ここCSV ダウンロードというのがありまして、マップモードなんですけども、このデータをですね、今選択したシナリオ変数、気候モデル変数、期間等々選択したところの、このワンクリックですね、 CSV のデータがダウンロードできるということになりますので、もうすぐにですね、欲しいデータを、このワンクリックで手に入れることができるということにもなります。でその他のですね、マップの使い方に関して、説明したいと思いますが、先ほどからですね、ここにカラーバーで、色とその気温上昇であったり降水量変化の値の、まあ、対応付けですね、示されていますが、この一番、この先ほどズームインズームアウトというふうにしたところの下にですね、少しボタンがありまして、これをチェックしたり、押したりオンオフですね、オンにしたりオフにしたりすることによって、このカラーバーですね、消すことができます。それからですね、この白い帯のところにですね、いくつかボタンがありまして、ディバイドマップスというのがあります。
で今ここあのかける1になっていまして、一つの、マップが一つ示されているんですが、これをですね、2つかける2にすると、マップが2つ表すことができます。でこの、 あの画面分割がいいのは、例えばある SSP のシナリオ126と SSP370 ですね、低い温室効果ガスの排出シナリオと高い温室効果ガスの排出シナリオを比較したいと、その気温上昇を比較したいというような時には、この画面分割が非常に、その違いを理解するために非常に有用な、ものになるかなと思っています。で今あのこれ場所が違うのでですね、いちいちこう自分でズームアウトズームインとかですね、しないといけないかというとそうではなくて、その横にですねシンクポジションというのがあります。でここをですねチェックを入れていただくと、オートマチックに2つの画面がですねシンクロして同じ場所を示すことができるということになります。で、今あのそれぞれでですね、気候シナリオ、あの排出シナリオであったり気候モデルが選べますので、ちょっとやってみたいと思います。で例えばですね、この左側では、排出が少ない、温室効果ガスの排出が少ない SSP126 を選んで、で日本の気候モデル魅力を選んで、気温ですね、気温を選んで、例えば、そうですね、2051年から2060年の、差ですね。今あの左の画面では SSP126 排出シナリオが少なくて、日本が開発した気候モデル魅力の気温の予測を2051年から2060年の差ですね、前世紀末からの差を示しています。で左の方、あ右の方ですね、右の方では370で、魅力を選んで、気温を選んで、2051年から2060年の差を選ぶということで、これ、少し見にくいですが、右と左でですね色 の、 あの感じが違うのが分かるかなと思います。特にです、ね、例えばこれロシアの方が映っていますが、ロシアの方で色があの濃くなっています、赤色が濃くなっていますから、この排出がですね多いシナリオではこちらの方が気温上昇が高いというのが、よくわかるかなと思います。でこれをですね例えば、今はあの排出シナリオの違いを示しましたが、モデルの違いですね、例えばこちらを370に合わせまして、で今あの同じ図になっていますが、魅力、日本開発魅力っていうモデルと、あるいは、イギリスが開発、イギリスで開発している UKESM というものの違いを知りたければ、これも明らかに、色の違いが あるのが分かるかなと思います。この場合、あるモデル、気候予測で、気候モデルの予測では、まあ、こちらの魅力ではこのような気温上昇を予測していて、右側、これは、イギリスのモデルですけども、イギリスのモデルはこういうふうに予測していると。で気候モデルによって、予測される気温上昇が、まあ、大きく異なるということが、この2つを見比べることによって分かるかなと思います。あとはですね、これ今2つ分割しましたが、このクライムカスでは4つまで、画面を分割することができます。これですね、で例えば、魅力のこれ4つ排出シナリオがありますので、4つそれぞれの、あの排出シナリオを示すこともできますし、例えば、370で魅力で、気温上昇で、2001年から2010年まず、左上の図では SSP370 で排出シナリオが温室効果ガスがよく排出する高いシナリオで2001年から2010年のもので、こちらは魅力で2031年のものですね。でこちらは例えば2071年のもので魅力の370で、こちらは今世紀末ですね、2091年から2100年のものと、このように4つこれ年代を変えた、同じ排出シナリオで
同じ機構モデルで、年代だけ書いてます。2001年から右左上が2001年から2010年で、この右上が2031年から2040年、これ左下が2071年から2080年、右の下が2091年から2100年と今世紀末ですね。で色の違いが明らかにこう年代将来に渡れば将来に行けばいくほど色が濃くなって気温が上昇していくということが分かるかなと思います。このですね、年代を比べることによってどのように気温の変化ですねが生じていくかというのもこの画面をですね比較することによって、画面分割して比較することによって分かると、理解することができるということもできます。ではですね、その他のですねクラメキャストのこのマップモードに関する機能についてご説明したいと思いますが、先ほどまではですねズームインズームアウトとかですねこの画面をこうスクロールして、まあ、地図にフォーカス、自分の見たい場所にフォーカスしていたんですが、自分のですね国であったり、まあ都道府県州であったり省であったり、あるいは市町村ですねを選択することによってそこにズームするということもできます。でこのクラメキャストの一番上の帯のところにエリアセッティングというのがありまして、レベル0というのが今アクティブになっていますが、レベル0というのは今グローバルになっていますが、国ですね、自分の見たい国のところにズーム、これを選択することによってズームインすることができます。で例えばですね、今回ネパールですね選んでみますと、ネパールをまず選択するとですねネパールだけ色がつくということになります。で今端っこになっているんですが、ここにズームというボタンがありまして、これをクリックするとですねそのネパールの場所にズームインすることができます。でこれで国ごとで国単位ですね、ネパールにおいて先ほどセッティングした SSP370 発射量が高いもので、微力で気温で、2001年2031年2071年2091年の、まあ、気温の変化が、比較して見ることができますし、さらにですねネパールよりより細かいところですねを見たければですね、次はレベル1というものがあります。でこのレベル1にチェックを入れていただいて、そうするとですね、ネパールのさらに細かい行政区分ですねの違いが、ここの場合気温ですけども気温の違いが見ることができます。で例えばこの右下にある SSP370 で2091年から2100年の場合ですね、この場合ですね西の方では気温上昇が高くてより高くて、東の方では西に比べると気温上昇が低いということがよく見て取れるかなと思います。でさらにですね、さらに細かいところを見たいという方、このレベル1今オールとなってますので、全ての、国の次のレベルの気温行政区分が示されていますが、さらに細かいところを見たい方はさらにですね行政区分の中ありますので、例えばセントラルというふうに選ぶと、ネパールの中でもそのセントラルの部分だけが色づいて見えるということになります。でここで、ズームというのを押していただいてもいいですし、あるいはこの次のレベルのチェックをですね入れていただくというのでも構いません。をするとそこに、フォーカスが当たるということになります。で今レベル2というものはオールになっていますから、ネパールの中のセントラルという場所におけるその中にさらに行政区分が区別されて、色分けされて示されているということになります。で例えばこの中でですね、カトマンズ、ネパールの首都があるカトマンズを含むベーグーマーティというところを選択してみると、このようにですね、最初大きなネパールの国があって、さらにそれを行政区分レベル1で行政区分に分けて、でさらにその行政区分の中のですね小さい単位ですねのもの、この今ベグマティと言われるところですが、カトマンズを含むベグマティというところですが、そこにおける、まあ、気温上昇の比較がここではこの図では示しているということになります。
でここもあのズームというボタンを押しますとそこにフォーカスが当たるということになります。はい。で、まあ、このようにですね、今あの地図でですね、この場合年代の違いで年代の違いによる気温の上昇ですねを4つ画面を比較していますが、これをですね、もしご自身ですね、例えば報告書等々で使いたければですね、これをですね、もうご自由にこうキャプチャーを取ってもらってですね、使っていただくということで構いませんので、まあ、そのようにしてこのマップですね、マップを皆さんに使っていただければと思っております。続いてですね、チャートモードの説明に入りたいと思います。でチャートモードというのは、今までマップモードを見ていただいたように、地図上で表して、地図上で気温上昇を表す、気温上昇あるいは降水量変化を表すものではなくて、時系列的にその気温の変化であったり降水量の変化を表したものになります。でチャートモードですが、まあ、行き方としましては、ここの一番左のところですね、今あのマップとチャートというのがあの分かるかと思うんですけども、このチャート、このマップの下にチャートというのがアイコンがありまして、ここをですねクリックしていただくとすぐにマップモードからチャートモードに移ることができます。で今あのマップモードでですね、ネパールのこのバグマティというところをあの選択していましたので、このチャートモードであの示されているのもこのネパールのバグマティというところの、この場合気温上昇ですね、気温上昇の時系列的な変化、1980年代から2090年までの代までの時系列的な変化を示しているということになります。でまあこれ色、このチャートモードを見ていただくとですね、色の違い、色の違うこの線がですねいくつかあるのが分かるかなと思いますが、この色の違いで排出シナリオの違いをあの示しています。ここに色のがあの色とですね排出シナリオの違い対応を示していますが、赤いものですね、一番気温上昇が高いものですが、排出シナリオが多くて気温上昇が高いものが、この赤が SSP585 と言われるものになって、黄色が370、 SSP245 がこのグレーのやつですね、グレー色のやつになりまして、青いやつが SSP126 で一番排出シナリオ排出量が少ないものになります。でこのようにですね、ここにちょうどこの横のこの、対応にです、対応しているところに対応させていると色と、SSP シナリオの対応のところにこカーソルを合わせていただくと、ちょうどその、排出シナリオに相当する気温上昇のところのこの帯がですね、どのぐらいにちょうどあのアクティブになりますので、どの排出シナリオがどこにあるかというのがあの分かりやすく示しているということになります。でですね、これ先ほどもあのマップモードで示しましたが、あの気温の使う気候モデルによって、気温上昇が違いますの で、この実はこの帯がですね、一番上のこの SSP585 の中でも一番高い排出、この一番上ですね、上の方の線は一番気温上昇の高い予測をしている気候モデルのラインになります。でこの一番下はこの SSP58 の中でも一番気温上昇が低い、気温上昇予測をしている気候モデルの予測ということになります。でまあいろいろこれ書いてあってですね、ちょっとややこしいなというふうに思われるかもしれませんが、これあの下にですね、一覧表みたいなものがありまして、縦の、カラムがですね、縦の列がそれぞれの SSP シナリオを示していまして、チェックがついているのが分かるかと思うんですが、チェックをですねこう外していただくと、このチャートモードの帯ですね、ラインをですね消したりつけたりすることができます。例えば SSP585 だけ見たいという方がいれば、この SSP585 だけを残していただくと、あるいは排出シナリオの排出シナリオの中でも少ない温室効果ガスの排出が少ないSSP126 も見たいという場合は、違いを見たいという場合は SSP585 と SSP126 にチェックを入れていただいて、で2つの違いを見ていくと、これ見て分かるように2090年代ですとかなり気温上昇が違うというのが分かるかなと思います。で例えばですね、じゃあこの帯があるんだけども、それぞれの気候モデルでどれぐらい
どういう予測をしているのかと、もう少し詳しく見たい場合はですね、この下に全てのですね、クラミキャストに格納されているデータの10の気候モデルの名前がありまして、ここにこうチェックを入れていただくと。そうしますと、それぞれの気候モデルの気温上昇、この場合気温上昇の予測ですが、どうなっているかというのが時系列で見ることができます。で、これオンオフすることによって簡単に消すことができますので、まあ、例えば SSP585 の中で、魅力ですね、日本を開発する日本魅力6だけを見たい場合はですね、魅力6だけにチェックを入れていただくと。で、魅力6の SSP585 と370と245と126、それ全ての、まあ、4つのシナリオを全て見たい場合は、その魅力のところのこの行ですね、行のところにチェックをいただ入れていただいて、SSP ですね、この4つのシナリオのこの気温上昇をこう比較することができるということになります。で、この1つのモデルで見ても分かるように、排出シナリオが違えば気温の上昇ですね、気温上昇が違うというのがこの図からまあ簡単に理解することができます。で、さらにですね、ここでもちろんチャートモードでもですね、違う、降水量ですね、降水量を選択して降水量の変化も見ることができますし、最高気温、最低気温も見ることができます。これ今、ミロク6の SSP126 から SSP585 の4つのシナリオを示していますが、ちょうどここのラインが0のラインですね。で、降水量はこれ、レーシオですね、比で移した方がいいので比に変えますが、ちょうどここのラインですね、この 1.0 というところが全盛期末の値になりまして、それより多いか少ないかというのがこの図から分かることができます。この予測によりますと、このちょうど SSP585 ですね、585この赤いラインですが、ですと今世紀末にかけて少し上昇するというのが分かります。その他のシナリオに関してはまあそれほど変わらないと、降水量の変化は変わらないということですね。これネパールのバグマティというところですが、他のシナリオ SSP585 では少し降水量が上昇するけれども、他のシナリオではそれほど変わらないということが分かるかなと思います。ただ降水量の変化はですね、これ見て驚かれるかもしれませんが、他のモデルの予測でも非常に降水量の予測が不確実性が高いと言われていますので、他のモデルの予測を見てみると、これ SSP585 だけを示していますが、かなり大きな幅があるのが分かるかなと思います。一つのモデルですね、このモデル、CANESM と5と言われるものですが、今世紀末にかけて非常に大きな降水量の上昇を予測していると。一方、先ほどミロックのモデルは少し上昇するけれども、それほど大きくないということになっているということですね。で、このようにですね、このチャートモードですね、使うことによって、非常にこの降水量予測の不確実性が大きいんですよと、使っている気候モデルで、かなり大きな予測があるの違いがあるんですよということが分かるかなと思います。ですので、このような不確実性をですね、理解するツールとしてもクライムガストは非常に有用なのではないかなというふうに思っています。はい、先ほどですね、チャートモードへの行き方として、こうですね、チャートというところのアイコンをクリックしてチャートに行くという行き方もあるんですが、別のマップモードからですね、直接行くことができますし、また直接見ることができますので、その機能についてご説明したいと思います。今ここではですね、ネパールの、温度上昇ですね、気温上昇の地図を示していますが、これ直接ですね、その場所ですねをこうクリックすることができます。で、クリックしますと、このようにですね、ポップアップ画面が出てきまして、これ先ほど説明したのはチャートモードですね。チャートモードの、今気温上昇の1980年代から2090年代までの気温上昇の図が現れるということができます。
ですので、マップモードを直接その場所をクリックしていただいて、そこの時系列変化ですね、チャートモードを見るということもできますし、またですね、この下にですね、出てきたこのポップアップのところに View this chart in detail というボタンがありまして、ここをですねクリックしていただいても、直接このマップチャートモードですね、マップモードからチャートモードに行くことができます。で、今あのネパールのセントラルというところを選択しましたので、そのネパールのセントラルという場所に関してチャートモードが、気温上昇ですね、気温上昇がチャートモードで示されているということになります。マップモードの時にもありましたが、この変数の選択をするところですね、ところの一番下のところに CSV ダウンロードというボタンがあるのが分かるかなと思います。で、このチャートモードに関しても、このボタンをワンクリックしていただくだけで、今映しているこのネパールのセントラルという場所の気温上昇の変化の数値のデータですねを手に入れることができます。で、今これを僕のデスクトップに1回ダウンロードしてきました。で、これをお示ししたいんですが、このようなデータですね、今ダウンロードしてきた CSV のフォーマットのデータです。これあの CSV と言ってますが、まあ、Excel ですね、 Excel で表示することができます。で、このデータ、あの最新の気候予測情報のこの場合気温データですね、気温上昇のその生のデータがここに示されているということになります。ここに1981年、1991年、2001年というふうにありますが、横に行けば行くほど将来のデータになりますし、縦の違いはですね、SSP の違いですね、排出シナリオの違いであったり、その次の行ではどの気候モデルの予測かということも示していますし、今あのバリアルが気温です、気温で出したので、気温ってこの場合足すっていうふうに言って、よって変数の名として足すというふうに省略していますが、気温データが示されていて、その本当の生のデータですね、このネパールのセントラルという場所におけるデータが、気温上昇の値が何度であるかというのが、この CSV フォーマットでそのまま使うことが、データを手に入れることができると。ですので、このデータを使ってですね、ご自身の場所のですね、好きなあのグラフであったり、報告書に使っていただいてもいいですし、好きなグラフとか時系列を作っていただいて、まあ、これを活用していただくということができるのかなというふうに思います。皆さん、クライムガストいかがだったでしょうかね。私はあの気候変動適応をですね、推進するためにこのツールを作ったのですが、まず気候変動を適応するためには、まず何よりも自分の国あるいは自分の町の気候変化ですね、気温上昇であったり降水量変化を知らないとうまく適応できないと思っています。で、まさに自分の国や自分の町の気候変化、気温上昇であったり降水量変化を手軽に知ることができるのがこのクライムキャストの特徴かと思っています。ぜひ皆さんにですね、このクライムキャストを使っていただいて、より良い気候変動に適応した世界を作っていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。